6年前から野菜の施設栽培で生計を立ててるシングルマザー41歳です。元彼で政府の男性を安い給料で雇ってます。役所にもバレておらず、お互い都合の良い状態ですが、できればな、生ポを辞めて一緒に事業拡大していきたいです。うまい説得方法ありますか？農業女性は出会いが少なく、このまま年を取っていくことが怖いです。別に普通に働き続ければいいんじゃないですか。説得する必要があるのは、その生ポの状態じゃなくて、普通に授業をやろうっていうことですか。別に生ポのまま働き続けるで、何の問題もないと思うんですけど、なんでその生ポをもらうのをやめさせたいんですかね。多分、結果として、結婚したいってことですよね。で、結婚したいから、その同じ事業を一緒にやるっていうことで、生活共同体にして結婚してっていうので不安をなくしたいってことだと思うんですけど、まあ元彼という通り、多分その元彼の方の方は多分あなたと結婚する気はないんだと思うんですよ。で、生ポをやりながら多少手伝いをしてお金をもらうっていう形の状況が今幸せだよねっていうふうに元彼が考えてらっしゃると思うので、なので、すげえ儲かるようにしてください。要は元彼を雇って、それで儲けるっていう形にしてると思うんですけど、多分、もういろんな人雇って、それなりに事業を大きくして、すげえ儲かってますってなると、じゃあ結婚してもいいやってなると思うので、今の段階ではそこまで儲かってない状況だと思うんですけど、なので、もうちょっと儲けて、こいつと一緒に生活すると幸せになれるかもって思ってるようにした方がいいんじゃないかなと思います。